はい、どうも、いっちゃんでーす。今日はですね、まあ雪降った後って感じなんですよ。ちなみに1月の2日でーす。ちょっと聞いた話によると、なんかコシアブラが水耕栽培できるっていう噂を聞いたんで、今日はそれをやってみようかなと思って、とりあえず行ってみたいと思います。よし、ちょっとエンジンかけて暖気しとこう。この間デコンプのワイヤー壊れちゃって、手動でデコンプ引いてセルでエンジンかけ、荒技。ちょっと暖気しときます。寒いからね。古い機械のせいか、ある程度暖気しないと力が出ないっていう、なんか粘りがないんだよね。次はチェーンソーを準備しよう。よいしょ。あら、エンジンの熱をちょっとチェーンの方に伝えてね。よし、行くぜ、クローラー。とりあえずこの辺に止めて、これ腰油だね。30cm、20cm、30cm くらいあったな、太さ。もうこんなになっちゃうと取れないんだよね。倒した残りは薪にしようかなと思って、そう思ってるからちゃんと有効利用はするんだけど、腰油。なんかちょうどよく枝分かれしてたら、そこから切ろうかなとか思ったんだけど、なんかあまりちょうどいい枝分かれしてるのがないな。それで言ったらこれあたりいいな。2本に分かれてる。これ切ろうかな。これ、この分かれてる方の片方。これでも十分取れるでしょう。しかしどの方向に倒すの？これじゃ倒れないよ。それも困ったな。雪は15センチくらいかな。どれがいいかな。太さ的にはこれちょうどいいかな。どの方向に倒すのよ。とりあえずやってみようか。よし、倒してみよう。こいつを切ろうか。南にしか行かないかな、やっぱり。絶対倒れないな。いいや、南に倒して手で引っ張ろうか。もう来ないか。もうちょっと引っ張りたいな。ふぅ、あった。足が冷たいよ。足が冷たいよ。この分ももったいないからね。ちゃんと切ろう。薪としてちゃんと使いますよ。
作り何年くらい経ってんのかな。わかんねえな。35年くらいかな。はあ、こんなになるんだね、30何年もすっとね。これで35年でしょ？これ。何年くらいになってんだろうね。50年とかなってんのかな。大木ですな。戻ろう。よっしゃ、薪の分はここに下ろして、この枝の分は、これってど去年のやつだよね。これどっから取れんの？ん？ここら辺から取れるのかな。出るんだろうけど、これちょっと水につけづらいな。よし、必要そうなところをざっくり剪定しよう。多分ここはいらないんじゃないの。ここあればいいんじゃない。この周りの雰囲気見るとさ、こっから切ろう。ペットボトルに刺すらしいから、変な形してるとひどいよね、絶対ね。これは？ここら辺全部出るの？これ、乗るのかな？乗りそうかな？剪定バサミなかなかやるな。案外切れるもんだ。これ薪の分。ペットボトルを切ろう。とりあえずこの辺。これを刺していく。ちょうどいい長さを切ってる。出なそうだからここから切ろうか。倒れる。よっしゃ。これで OK にしましょう。ペットボトルに刺しました。で、これに水を入れると。水はちょっとでいいみたい。ちょっとあったかめの水をね、少し入れます。これでちょっと出るのかな。これに少し水、室温くらいの入れて1ヶ月管理だそうです。室内ので、そうすると出るらしい。現状、なんか茶色い目なんだろう。緑のもあるな。先がとんがってる感じかな。これがどうなるんでしょうか。20度くらいかな。ざっくり20度くらいにしてきました。これを入れます。こんなもんかな。あまりいらないそうで。こっちにもね、これくらい、3センチくらいかな、入れました。とりあえず今日は終わり。これで経過観察をしましょう。あと暖かいとこ置いときます。よし、これでどうなるか楽しみ。ほい、今後もこういう田舎の遊びだったり実験だったりとか、ためになるようなことやっていきたいと思うんで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。